じゃあ、じゃあ、なんだよ、いやー、やっぱりこのしみじみと、やっぱ最近昔のことを思い出すんですよ。僕らにもやっぱ可愛い時代あったな。やっぱその僕らもね、あったということは、うん、このやっぱ豊さんも、はい、もちろんね、少年時代があったんじゃないですか。ちょっと待ってよ俺の生い立ち動画、全然待ってないから。どこ行ったんすか、あれ。なんていうの、その生い立ちをやるんであれば、はい、俺が住んでるところを、この YouTube でお金が貯まったら、はい、ちょっと一緒に行きたい。あ、いいっすね、巡りたいっすね。巡りたいっすね、はい、こういう旅をしながらだったら、俺再生回数は伸びると思う、はい、実際行ってす、ね、喋ってるんだけど、はい、再生回数伸びるのいいか、それでもいいんだ。いえいえ、もちろん、それでも数少ないやっぱり求めてる人たちありますから。俺ね、一番最初に憧れたのは、はい、やっぱ星飛雄馬だな。え、星飛雄馬って、あの星飛雄馬ですか。いやこれ巨人の星の、こんなさ、はい、家ボロボロやでさ、こんな穴開いてて、こん木があってさ、なんだ、おやじピューンって投げたら、ポンポンポンって返ってくるありますね。うちも穴開けてくれんかなとか思うから。あれ、家で実践してないんですか。障子に穴開けて。いやだから、はい、大陸養成ギブスなんかあったで。あ、こういうやつですか。そう、ありますよね。出る時もつけてこうやってさ、金縛りになってさ、なんかこう力入れる反対方向にこうやって動くんでさ、だから力抜いたらこんななってて、ね、はい、違う、面白いですね。いやいや、それでなんか火事になった時にさ、はい、ギブスつけてたんだよ、はい、星ヒューマンが、はい、非常ベル、はい、それを鳴らすために石を持って投げようとするんだけどさ、絶対取るなとか言われてるの、親父に、はい、星一徹に、はい、これじゃ投げれないとか言って、カチャカチャカチャンって言って自分で取って、ヒャーンって投げて、火災報知器っていうか、はい、鳴らすんだよ。そうなんですか。かっこいいな。そんな人もあったんすか。いや、それで親父にバーン殴られて、結局殴られたんですか。なんで取ったんだとか言って、めちゃくちゃだな。めちゃくちゃなんだよ、昔の親父ってめちゃくちゃじゃない感じなのに。いやでもそういうのに憧れて、俺親父に養成ギブスを作ってくれって言ったら、はい、いやそんなもん作れねえだろって。まあ親父もなんか、俺小学校4年の時ぐらいかな、真剣にあまりにも言うから困ったと思うよ、うん、そう。いやそれで誕生日のプレゼントが鉄アレの、誕生日には欲しくねえよみたいな。ああいいっすねーで今この養成ギブスつけてるんですね、ここの左手。あ、俺これな、はい、これはなんかコメントでいじられてましたよ、確かに。伊藤さん、何が。いや、なんか伊藤さん、なんか左腕になんで黒テープ巻いてるのって。じゃねえよ、よく見ろ、これ。いや、なんかコメントで、いや、あったんですよ。まあ、野球を見るようになってからは、はい、やっぱ王さんだったかな。あ、そうなんですか。長嶋さんの方じゃないんですね。俺左バッターだったからさ、もうその時から。ああ、なるほど。だから王さん、だから王さんの真似してよく打ってたよ。やっぱじゃあこのホームランを、じゃあ昔はどっちかっていうと、やっぱホームラン憧れるんだから。いや、まあそれはやっぱりそうですね。そうだろ、はい。でもやっぱよく飛んでたよ俺。あ、本当ですか。今から思うと、バッティングマシンで打たせてもらってて、はい、なんか遠くの屋根に当てたりとかもしてたもんね。へえ、すごい。でも素質だったんだな、多分。サモン豊作、はい、お前似てない。いや自分ね、メガネは本当サモン豊作さん似てるな。サモン豊作似てるっすね。似てるよね。嬉しくないっすね。いやでもダサいとか思いながら、子供ながらね、なんかブサイクな男だなとか思いながら。自分に言ってますね。いやいや、だけど俺が入ったのが太陽だったと思う。サモンの子、サモン豊作の後輩に憧れだったんですね。だから憧れたの誰か分かった。だから、サモン豊作さん。違う。